ではリクエストのありました肩首の整体マッサージを行っていきます。ちなみに今日ちょっとモデルさん、ガセ疲労と頭痛があるということなので、そのあたりも多めに行っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。腰加減きつくないですかね。大丈夫です。はい、なんか、はい、左側の方が頬骨も出てますね。あ、本当ですか。うん、左側の方が頬が盛り上がってます。本当ですか。肩よりか痛い痛い、ね、右とは全然違いますね。そうですよね。すごい差がありましたからね。前でもそこまで違わなかったですよね。あ、本当ですか。最近になってあね、ちょっとずれたんですかね。とか、うん、なんか思い当たる節ありませんけど。ないですか。まあ、そうですね。はい、はあ、なんだろう、でも分かんないです。うん、もともとそういう持ってるそういう偏りがあるっていうわけじゃないですもんね。前そこまでここで違いなかった気がするんですよ ね、 なかったですね。痛い。今日は結構偏りが極端ですね。あ、ここは痛いですね。痛いけど気持ちいいです。あ、こっちは右の方が痛いな。そうですね、やっぱ左側の方が幅とか厚みがあるように見えますね。そうですね、なんか全然感触が違いますね今。触られて気づきましたけど。痛い痛い、はい、本当はここからやるといいかな。ここね。おお、はあ、痛い痛い、はあ、あーそこすごい痛い、もう腕がピキピキ。そうね、指先まで来てる。あ、すごい張ってますね。すいません。いい。ちょっとやっぱりすごい筋張り方がひどいですね。まああとこっちの腕、うん、ここいうところはやるべきだと思いますね。首がえらいこと動きますね。なんかそんな人形みたいな、なんかもうダメ、仕掛け人形みたいになってますね。
意思に反してですか。はい、勝手にですね。首がじゃあもうもうちょっと面白いですね。なっちゃうんだもん。なんでだろう。ごめんなさい。いいえ。頭クラクラしないですか。大丈夫ですか。しないです。はい。もう勝手に体が反応。それぐらいダメだってことなんでしょう。つながってるって。まあ要するにそうですね。なんて言うんだろう。弾力がないから。はい。いわゆる一枚板状態、はい、だからもう引っ張られてすぐこう頭が寄ってくる。だって今までこんななかったですよね。ないですね。めっちゃ連動してますね。どういうの。いいえ、ここまでなんかおかしいと思ってたんですよね。あたたたたたた、あんまり多分いなかったですね。ここまで極端に肩を押したら頭が肩にくっついてくる人。結構凝ってる人いたんですけど。あ、本当ですか。まあまあこのベッドのせいもありますかね。まあ、ここが動きやすいっていうのもあると思いますけどね。でもこう取れてきました、ね、はい、もう全然痛みが違いますね、はい、痛くないですね、はい、気持ちいいぐらいになりました。そうですね、だいぶ揃ってきたんで、後でもう一度肩を押してみて、はい、頭がグリッと近づくかどうかやってみましょう。はい、お手伝いして。うん、足で。眉間のところにも全然余裕がないですね。相当目が疲れたんですね。そうですね。痛いよ、まみちゃん。あ、顎ももうさっきみたいに痛さないですよね。そうですね、うん、
あでもちょっとやっぱり痛いですね。歯ぎしりやってるんですかね。してんじゃないですかね。うん、痛い痛い痛い。片谷さん、もともとちょっとエラが張ってる方なんですかね。この辺硬くなりやすい方ですかね。矯正してからです。痛い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 。矯正したんですか。矯正してまあ、中途半端ですけど。ああ。痛い痛い痛い。そこからおかしくなっちゃってる部分もあります。そうなんですね。はい、そういう人多いですね。そうですか。やっぱなんか人工的に手入れると、どうしてもなんか馴染まなくて、力が入るとかなんか噛み合わせが悪くなるとか。そうですね。それまで健康体だったよね。そこから崩れていった感があるんですか。崩れていった感ありますね。リンゴとか食べちゃダメとかあるんですよね。あ、結構そうですよね。矯正してる時っていろいろ食事制限あったり、お手入れがね、歯の歯がね、すごい硬いもの何でも食べれてたのが矯正でそれしちゃダメだから、じゃあ今度はもう硬いものがリンゴの丸かじりをかじれなくなっちゃったんですよね。それちょっとね。何歳の時ですか。結構若い時です。もう小学校高学年ぐらいから高校生ぐらいまでずっと。あ、でもそんな長いことやってたんですか。リンゴかじったら壊れちゃって、もう一回やり直しとか。じゃあ結構それもストレスですよね。そうですね、ずっとやってたから嫌で嫌でね。結局ちゃんと綺麗になったのに、中途半端で終わったからまた元通りになっちゃった。それじゃあもったいなかったですね。そうですね、結構長くやってたのに。6年とかぐらい、まあ、やってましたね。それぐらいはやってた。そうですね、子供に言われて、子供にね、分かったって言わせたところで、実際それが本当の意味で分かるかって分かんないから、当時はね、やっぱ分かんないもんで、あ、やるみたいな感じでやっただけ。軽い気持ちで。もうやめたいって途中で何回も言いましたけどね。まあね、なんかかえってそのせいでこうストレスになったり虫歯になったりっていう悪いこともありますよね。そうですね、まあ、話余談になりますけど、その矯正中に前歯を、滑り台にぶつけて、かけて折って中止になったりとか。そういうのもいろいろあったんですね。延期要因がいっぱいありました。まあ子供のやることですもんね。そういうこともありますわね。ちょっと後ろ伸ばしますね。楽にしてていいですよ。はい、ぐーっと後ろ伸ばします。きつくないですか。もうちょっと気持ちいい、きつい、はい、気持ちいい、きつい、このぐらい。あ、でもいいですよ、はい、それぐらいやっても。はい、戻します。でこれでまあ結構こっちも緩んで。そうですね。なんでちょっともう一回やってみましょう。動かなくなりましたね。そうですね。さっきより止めてます。意識してやってます。いや、自然ですね。これが自然ですね、はい、じゃあさっき比べると随分なくなりましたね。全然、はい、連動なんて感じはしません、このぐらいだったら自然です、ね、問題ないです。さっきどんなんだっけ。さっきこうグーッとほっぺがついてたんでコロリーンって頭が転がってくる感じでした。よいしょ。背中側もやりたいんですけど、できますかね、行くと結構長いことね、口開けてね、やんなきゃいけないから大変ですよね。そうですね、子供だったら余計ですよね。そうですよね、遊びたいなとかね、そう、帰ってお菓子食べたいとかテレビ見たいとかあるもんね。でまた矯正し終わった後の、針金で歯を引っ張られる感じは、本当に一日必ずあるんですよね、その日やった丸一日はずっと痛みが
あ、痛いんですね。違和感がすごいっていうのは聞きましたけど。あ、本当ですか。金槌で打たれてるような痛さです。いやですね。そんなのちょっと子供には耐え難いですね。そうですね。その日は何にも食べられないぐらい痛い。あ、そうなんですね。それだったらやりたくないですね。そうですね。それがだんだんと普通にその定位置になるんですよ、ね、なってくればね。なってくればまた1ヶ月後にまたきつく締めるんですよ、そうやってゆっくり締めていく。それでだんだん変えていくわけですね。まあ簡単じゃないですよね、歯並び変えるのは。はい、今はどうなのか知らないですけど。あ、当時ね。当時はそうですね。締めていく感じです。空いた隙間に。あ、歯も抜くんですよ。あ、ね、それも嫌ですよね。問題ない歯を抜いて。そうですね。うん、だから必然的に 歯並びは良くても、髪、あ、そうですよね。もともとの歯と違う歯が上と下になったりするわけですもんね。抜いちゃってるから。キラ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 、あいた、うわー、ゴリゴリ、ブブブ、キラキラ、ブブブ、キラキラ。お顔ね。うお顔。痛いですか？わーわーふなんかこんな感じですかね。やっぱなんか結構左右差大きいですよね。こっちの方が痛いですよね。痛いですね。左側そうでもなかったですよね。あ、右ばっかり使ってるとかそういうことかな。まあ使い方のせいもあると思うんですよね。あとは目の疲れが肩甲骨の方に来るんで。あ、そうですか。じゃあそれか。右の肩甲骨の方にね。あ、いたたたた、あ、いたたたた。どうでしたかね。施術前の時はすごい頭が割れそうに痛かったのが今もなくなりましたね。あ、よかったですね。もうすっきり肩も楽になって、はい、顔もなんかすっきりしましたね。すっきりしました。あ、よかったよかった。目が開きましたね。以上になりますね。お疲れ様でした。ありがとうございました。